りの皆さん、はじめまして、ラブクラフトです。今回7月にパリのジャパンエキスポで私たち演奏させていただくことになりました。前日から飛行機でパリに行かせていただくので、もうほんまに楽しみで、なので到着したらすぐに、メンバーみんなで美味しいものを食べて、それから素敵な景色をたくさん見て、ゆっくりホテルで休んでから、時差ボケも取って最終日まで、ジャパンエキスポを最大限に楽しみたいと思っています。皆さんどうぞよろしくお願いします。パリやで、ミシュめっちゃ嬉しいです。ほんまにもうまさかパリでライブができるなんて、ほんまにありがとうございます。パリあれですね、パリってさ、あれ何が一番有名？エッフェル塔です。でも個人的にはルーブル美術館。あ、ルーブル美術館はもう絶対行こうってな、話してんねんな。あと私ものすごい私のイメージは、そのパリの方ってものすごいおしゃれな方が多い、ハイセンスな方が多いっていうイメージがあって、なのでお出かけする時とか撮影とか、PV とか撮ったりする時の衣装っていうのはすごくそのパリの方のスナップ写真とかを参考にさせてもらってます。景色から何から全部すべておしゃれですね。そう、もうパッと写真撮っただけですごいかっこいい、街並みもかっこいいので、もうすごい楽しみです。そう、パリに行ったらいっぱいな写真撮って、はい、お邪魔させていただきます。そんな感じで、7月は、皆さんと一緒にジャパンエキスポで、楽しみたいと思っています。皆さんぜひ遊びに来てください。せーの、アンビエントジャパンエキスポ。